多分ブラジルの方は怒ってないと思ってお話ししようと思うんですけども、もともとその彼自身はもう人間で出そうっていうのがストリートファイター2の時に最初の構想はそうでした。ただ人間ばっかりのキャラクターだともうあまり面白みがないなと思ったので、そのインドに出てくるキャラクターは手がビヨーンと伸びたりとか火を吹いたりとかするんですけど、それと同じようにじゃあブラジルのキャラクターをもっとこんな感じにこう変えてしまいましょうと、きっとブラジルの人も大喜びするはずだって勝手に日本人が思ってこんな姿に変えてしまいました。まあでもこの今2011年になって僕初めてブラジル来たんですけど、皆さんがあのファンのみんながみんなこのブランカを愛してくれてて、まあすごくホッとしました。もう僕はもう多分ゲーム業界入るっていうところで一番オリジンを言うともうゲームはまあ大好きだったんですね。ただその頃まだゲームクリエイターになるっていうその道っていうのはなんかあまり専門学校があったわけでも大学もそういう専攻があったわけでもなくって、どうやったら作れるのかなっていうのはあまり分かってなくって、僕自身は大学はあの理工学部を出てでただ単にゲームで、あ僕最初音楽家だったんですけど作曲家だったんですけど、作曲できてゲームができたら楽な商売ができるなと思ってカプコンがちょうど募集してたので入ったら入れたっていうのがことのオリジンになってます。それがまあちょうど今からもう18年19年ぐらい前の話でして、でもう本当に入った時は僕自身は音楽をなぜやったかもすごく下心があってですね、音楽をやると女の子にモテるという自分で勝手に思ってて、で女の子にモテることをやって大好きなゲームをやってそれで幸せになれるんだったらいいやと思ってカプコンに入ったんですけど、まあ、別に女の子モテるわけもなく、なぜかというと24時間会社から出れないというバチが当たるっていう状態になったから、非常に最初の3、4年間ぐらいはですね、もう全く家に帰ることもほとんどなく、もちろん彼女もできないという寂しい3、4年間を送りました。ちょっと人生を変えたゲームのターニングポイントって2つあってですね、ゲームが面白いんだと思ったゲームがまずインベーダー、これがまず最初のターニングポイントです。で2つ目のターニングポイントで、ああこれはゲーム作ってみたいなと思ったのはコナミっていう会社のキャッスルマニア、このタイトルに出会った時からあゲームって作りたいなっていう気持ちに非常に変わり始めた時期でしたね。僕たちが作ってるものって皆さんに笑ってもらいながらプレイしてもらうことが大切な商売だと思います。僕はトム・クルーズでもかっこいいその俳優さんでも綺麗な女優さんでもないので、こうやってそうだねとかって言ってる場合ではないので、皆さんが笑ってプレイしてもらうためにはこちらからやっぱり世界共通の笑顔で接することがやっぱり大切かなと思って、やはり僕はなるべく皆さんにこう笑いっていう、こう世界共通の笑いっていうメッセージでゲームに興味を持ってもらうってことにすごく心がけています。家族揃って旅行がしたいと思ってます本当にストリートファイター4から、まあ、制作を考えると2005年ぐらいから始めててですね、でストリートファイター4は2005年から始めててずっともう今ノンストップで走り続けてきたので、もうそろそろちょっと家に帰らないと家に誰もいない可能性があるのでちょっと一回ちゃんと家に帰ってみたいなと思ってますカプコンはもう一つのクロスのシリーズでマーベル VS カプコンというタイトルを出してます。で僕の夢はマーベル VS DC コミック、これができたらもう僕はこのゲーム業界を去ってもいいなと思うぐらいやってみたいなと思ってる、もう究極の夢ですねそれが。はい、ブラジルの皆さんこんにちは、カプコンの小野です。本当に初めてブラジルにやってきてですね、こんなに多くのストリートファイターファン、そしてこの
ブランカファンがいるっていうことに対してすごく感激しています。このブラジルゲームショー今回のが初めてなんですけども、まあ、できればまた来年開催されるサンパウロでのゲームショーでもですね、また新しいタイトルを皆さんにプレゼンできたらいいなと思ってます。ありがとうございました。